日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらマクドナルドのキャラメルラテとベーコングリートマックフィスグリーンハワイドラえもんチョコバナナパイを食べようとしたいと思います。ドラえもんチョコバナナパイ、最近は本当見なくなったんですけど、まあ、昔は見てましたね、ドラえもんは。でなんか今日から発売ということなのでなんとなく買ってみました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはベーコングリドルから。はみ出しているベーコンがなんだか可愛いですね。ではいただきます。続いてはグリーンハワイスカットで、今話すマンゴーの種パッションフルーツの味でございます。では味は。続いてはチョコパイバナナパイ、ちょっと可愛いあのイラストなので開けるの残念な気もしますけど、開けないの食べられませんかね。チョコというだけで下がちょっと黒いですね。ではラストはキャラメルラテ、甘いのかな苦いのかなどっちなのかな。ではうーん、実は朝早くに行ったためなのか、それとも行った店舗では取り扱いがなかったのか、メニュー表に載っていなかったのですよ、ラムネ。なのでパイだけ注文しました。ちょっと残念ですね。そこはベーコンエッグルンドルは、あ、パン生地の部分がいわゆるハンバーガーのバンズとは違う甘いパンケーキのような食感になっていて、通常のパンケーキ、バンズとはまた違ったふかふかな美味しさがあってよかったです。ベーコンの卵は、まあ、そこにありそうな感じでしたが、できたら失礼、まあ、シンプルに美味しくはありましたね。ただ、もう一工夫何かあったらよかったかなとは思いました。中身が。次のマックフィスグリーンハワイは、なんかグリーンだとちょっと不安だったのですが、飲んでみるとあっさりしていて、ちょっとすっきりできましたね。マンゴーの果肉、パッションフルーツの酸味は感じられました。続いてドラえもんチョコバナナパイ、バナナの赤チョコの異なる2種の甘さがサクッとした生地を噛んで直後に広がってきて、まろやかに美味しかったです。心まで癒されます。では最後に飲むキャラメルラテは、ほんのり苦めの香ばしいキャラメルが口の中でふわーっと広がってきて、甘くなっていた口をキュッと締めてくれましたね。はい、というわけで今回もごちそうさまでした。一番やっぱり一番おいしすめなのはこちらのチョコバナナパイですね。バナナとチョコの甘さが本当に、バナナが好きな自分にぴったりでしたので、あなたもバナナがお好きなのであればぜひ食べてほしいんです。というわけで代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。